の設備も最新のものばかりだし、その上かわいいウサギちゃんもいる。最高でしょ。私に最高。セイロン様のボディーガードを務めさせていただいております、シュバルツと申します。この度セイロン様の従者としてロドスでお世話になる運びとなりました。できればスカベンジャーだ。来た。行動予備隊 A6 の隊長敬礼。ボリバル国民警備隊強化。お客様、私に最高。こんにちは。私初めてこん。フロストリーフ、傭兵をやっていたが今はお前。大将、どうも、ジェイと申します。星熊さんに勧められてロドスに行きました。海産物は一通り分かりやす。あとは料理と包丁さばきもまあ悪くないと思うんで、その辺お手伝いできると思いやす。私はアンブリエル、ラテラーノ出身の狙撃手でさ、自己紹介なんて面倒いから。今日からお世話になります。医師見習いのハイビスカスで。フロストリーフ、傭兵。私はアンブリエル、ラテ。大将、どうも、ジェイと。前はモニカ、いや今はインキャンデセンスって呼ぶべきか。とにかくそいつのボディーガードをやってた。今回はようやくあいつにもまともな就職先が見つかったみたいだし、やっと私も違うことができるってわけだ。とにかくこれからよろしくね。大将、どうも、ジェイと。ラバ、術師だ。行動予備隊 A6 カタパルト着。医師見習いのハイビスカスです。
前がドクターか。自己紹介をしよう。コードネームはソーンズ。本日よりロド。ズボンの裾がまくれている。気にするな、いつものことだ。これってつまりもっと手広くやっていいってことですか？ここに来る前は製薬会社の警備員なんて忙しくないだろって思ってたし、もし受からなくても清掃員でもやればいいって考えてた。でも実のところ今はちょっと後悔してる。昇進？そんなことはお前が勝手に決めればいい。もう戻ってもいいか？効率的に敵の行動力を削ぎ、最小の被害で勝利をもぎ取る。お前の指揮については完全に理解しているつもりだ。だから攻撃に合わせてこの麻痺性の神経毒を使っているんだが、何か問題でも？